東京五輪野球一次リーグ日本4、サンドミニカ共和国、28日、福島。巨人、原辰徳監督、63、が28日、劇的な逆転サヨナラ勝利を収めた侍ジャパンの東京五輪初戦、ドミニカ共和国戦をテレビ観戦し、スポーツ報知に特別観戦記を寄せた。9年 WBC で侍ジャパンを世界一に導いた名将は、国際舞台での覚悟を持つ重要性を強調した。よく初戦を取った。最終的に何より求めていた結果を得たことがこの試合のすべてと言ってもいい。どこかに修正を必要とする部分はあるとは思うが、勝てたことで全てを素直に反省でき、先につなげることができる。序盤からの両軍先発の好投を見て、継投勝負になると思っていた。山本くんは初回こそやや硬さが見られたけど、2回以降はいろんな球種を投げられ、自分の投球というものができていた。CC、メルセデスもナショナルチームのユニフォームを栄養にして、伸び伸び放っていた。こうなると、継投のタイミングが難しくなる。結果として、両軍の先発が降りた場面で試合が動いた。継投については、ベンチの専任事項であるし、事前に描いた通りに信念を貫こうと決断したものだろう。ただ、もし反省するところがあると思ったならば、臆することなくそうすればいい。私が常に心に留めている、改むるにはばかることなかれという精神がやはり、短期決戦ではとても重要になる。時には覚悟も必要になる。1点ビハインドの8回無失1塁から坂本が犠打を決めた。初球がバントファウル、そして2球目を転がしたが、相手投手はクイックもそこまで速くはなく、1塁走者山田くんも足のある選手だ。思い切って盗塁を仕掛けて無失2塁としてから走者を進める策を打っても面白いと初球を見て思った。ベンチに求められるのは俯瞰する視点と瞬発的な判断。日の丸を背負い、重圧とも戦う。国際舞台では、お行儀のいい野球だけで勝ち抜けるほど甘くはない。大事に行くという気持ちは、とても重要だが、その中に自分を信じ、チームを信じ、どこかに大胆さが不可欠になってくる。やはりどの大会でも、初戦は難しいもの。それを劇的な形で勝利したことは何事にも変え、がたく、素晴らしいことだ。短期決戦の中では勢い、リズムに乗ることがとても重要。勝利が勢いを呼び、結束を強くし、次へのエネルギーになる。WBC とは、また違ったオリンピック独特の雰囲気や、国際大会でのストライクゾーンの違い、メンタルの持ち方なども感じるものが多かったはずだ。選手諸君には全てを糧にして、今日より明日、明日よりその次という気持ちを、頂点に立つ、その時までつなげていってほしい。巨人軍監督、9年、第2回 WBC 日本代表監督、原辰徳。